宇宙の謎、そして謎の鍵を握る国際リニアコライダー ILC。 僕たちはその巨大装置が何かを探るため ILC 科学少年団を結成した。前回 ILC の大きさを経験した僕たち、いよいよ ILC 研究の最先端 KEK へと向かう。到着。ここが KEK か。KEK か。楽しみ。ところで、はるくん何してるの？KEK を取って、後で復習しようと思ってるんだ。えらい。もしかして、さぬきはるくんかな？はい、そうです。やっぱり。じゃあ、3人が ILC 科学少年団ですね。え、私たちのこと知ってるんですか？もちろん、ここでは有名人だから。やった、僕たち有名人だって。僕たち、おじさんと待ち合わせをしてるんだけど、どこにいるか知りませんか？佐野木先生はね、今別の建物に行っているので、まずはここ KEK を私が紹介します。 KEK とは高エネルギー加速器研究機構のことです。こちらが上空から見た写真です。そして私たちがいるのは今ここの場所にいます。 KEK は全体で東京ドーム33個分の広さがあります。すごい広いですね。さらに KEK には地下11メートルにトンネルがあって、一番大きな加速器がそこにあります。そんな地下深くにあるんですか？そう、ぐるっと一周3キロメートル。すごい。では見学に行く前に KEK の紹介ビデオをご覧ください。私たちの周りにある物質や私たちそのものである生命は、すべて原子と呼ばれる小さな粒からできています。無限ともいえる物質や生命の多様性は、わずか100種類ほどの原子の組み合わせや配置によって生み出されています。一方、原子そのものは陽子や中性子、電子からできています。そしてその陽子や中性子も素粒子と呼ばれる、これ以上分けることができない小さな粒から成り立っています。加速器という大きな道具を使って、私たちの物質世界をいろいろな角度から見る場所がここ KEK です。 KEK 高エネルギー加速器研究機構へようこそ。KEK では未来の加速器科学発展のため、さらに高性能な加速器の建設を目指しています。B ファクトリーでは、KEK-B からスーパー KEK-B へ、ベルからベル2へとグレードアップするための改造が進んでおり、完成後には従来の40倍の性能で実験や測定が可能となります。2014年度より加速器が稼働する予定です。J パークでは、中性子、ミュー粒子を使った物質生命科学やニュートリノ研究、ハドロンビームを用いた原子核素粒子研究のため、さらに詳しいデータの取得に向けて、施設や装置の増強作業が行われています。また、次世代の放射光を生み出す新たな加速器、エネルギー回収型ライナックについても、試験機の建設が始まっており、2013年の稼働開始を予定しています。さらに、電子と陽電子を世界最高エネルギーで衝突させる直線型加速器、国際リニアコライダーの実現に向けて、加速器技術の研究開発を行っています。KEK では、世界中から集まった研究者たちが、電子と陽子という小さな小さな粒子たちの旅を見つめています。そこから見えてくる広大無辺な世界の謎、宇宙、物質、生命、
私たちの身の回りのあらゆる仕組みや成り立ちを知り、知識という財産を未来に残すため、私たちは日々研究を進めているのです。どう？ KEK の研究していることが分かったかな？はい、なんとなく。じゃあ外の展示物を見ながらもっと詳しく宇宙や素粒子の勉強をしましょう。また勉強？大丈夫、楽しく学べるから。ここ KEK コミュニケーションプラザは KEK 筑波キャンパス内にある常設展示ホール。加速器が動く仕組みや素粒子について学んだり、宇宙から降り注いでいる宇宙線を観察したり、身近なものに含まれている放射線を自分で測ってみたりすることができます。どなたでも無料で素粒子研究に触れることができる展示室です。まずは入り口のワンダーコークで遊んでみましょう。このワンダーコークには3つのゲームがありまして、ちょっと近づいてもらっていい？近づくと3つのプログラムが、あ、もう始まっちゃったね。今踏んだのはきっと質量の起源という、これは宇宙ができた時にできたヒックス場というのをイメージしています。ヒックス場のヒックス粒子というのは物に質量を与えるという、粒子になっていて、みんながこうやって歩くとこう歪むよね。これがヒックス場が粒子に、物に質量を与えているというこの感覚をイメージするという遊びです。ずっと歩いてると宇宙はそして冷えながらだん膨張しながらのだんだん冷えていくんで、色も最初は赤かったのがだん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 青く冷えるといてます。宇宙ができた時にこの赤と青、赤っていうのは物質で、その反対の粒子の青の反物質というのが同じ数だけあったと言われています。ただ物質と反物質はお互いが衝突すると消えてなくなってしまいます。で、同じ数だけあったはずの赤と青のこの物質と反物質がいつの間にか赤い物質だけになっているのがちょっと分かったかな。で、世の中この宇宙っていうのは今はもう物質だけで構成されているというふうに言われています。これが、ちょうどさっき見てもらったけど KEK の上空から見た写真になっていて、ちょうどさっき言ったよね、1周3キロのところに地下11メートルのところに加速器というのがあって、でこれは、ここにコイルが巻いてあるんだけど、ここに、電気を与えることによってこれが磁石になるんだね。で加速器の、簡単な原理をボールを使って遊ぼうというので、ちょっと電気を用意してみて、でこの黄色いの電気をこのボタンを押すとこっちに電気が、黄色いところに電気が走って、で緑のところを押すと緑の方の電気があって、ここは磁石になる。これが加速器の簡単な原理をおもちゃで遊ぼうという。本当の加速器も実際に磁石を使ってそれを曲げたりスピードを上げたりしています。これは波型コースターといって、これを加速器の中だと思ってください。でこれをボールを転がしてみて、こうするとまっすぐにボールが転がるよね。加速器の中もこういうようにまっすぐに粒子が行くというイメージをしたこのおもちゃになります。高いところから例えばちょっと斜めにやったとしても、こういうふうにまっすぐして、実際の加速器では磁石を使ってこれをまっすぐ飛ばすように、粒子をまっすぐ飛ばすようにやっています。他にもいろいろと体験できる装置はあるんだけれど、それはまた次回にしましょう。まあまあ楽しみは後にとっておきましょう。 ILC 科学少年団ではご意見ご感想をお待ちしています。ご応募いただいた方の中から抽選で毎月20名の方にプレゼントを差し上げております。ぜひご応募ください。次回はノーベル物理学賞のお話も登場するよ。次回も見てね。